ユタ州、プロボのマリオットセンター。座席数は22,700で、ブリガムヤング大学の男子及び女子のバスケットボールチームの本拠地である。アリーナは、スタンドに全周またはほぼ全周を囲まれた、闘技場、競技場、劇場などの施設。アレーナとも。ラテン語の、アレーナ、または、ハレナの原理は、砂で、そこから、流血を吸収するために砂を撒いた。 闘技場の意味に転じ、さらに、そのような闘技場が設けられたアンフィタートルムのような施設の意味に転じた。競技場としては、バスケットボールアイススケートなど、室内競技用の競技場を、特にアリーナと呼ぶ。それに対し、アリーナのようなスタンドがあっても、野球、サッカー、陸上競技など、屋外競技用の競技場は、スタジアムと呼び区別することが多い。なお、 野球場、スケートリンクなどといった場合は、観客席の形態、有無音はない。屋内体育施設である体育館はアリーナを中心に構成されており、規模の大きい体育館では、建物内にメインアリーナやサブアリーナなど、複数のアリーナを有する。体育館のアリーナは多目的利用が想定されている場合も多い。特定用途の小規模な施設を除けば、 一般的な多目的のアリーナは定員1万人から2万人前後である。コンサートなどのイベント会場として日本ではこの規模の会場をアリーナクラスと呼ぶ。定員数万人のスタジアムクラスと定員数千人のホールクラスの間に位置づけられる。日本では神奈川県横浜市の新横浜にある横浜アリーナや埼玉県にある 埼玉スーパーアリーナなどが有名。アリーナの平面計画の設計で考慮される競技は一般的にバスケットボール、バレーボール、バドミントン、卓球であるが、これにテニスやハンドボールなども含むことがある。アリーナの面積はコートの寸法の周囲に種目別の一定の安全エリアを加えて設計される。屋内体育施設の場合、アリーナの周囲には、 器具庫などの付帯設備が設置されているため、観覧席の多くはこれらの上の木材端に固定席を巡らせるように配置する方式が多い。なお、アリーナ席とは中央のフィールドに臨時に増設される座席を言う。コンサートや格闘技など狭い面積しか使わないイベントでも受けられる。一般にスタンド席より両席とみなされるが、後部はステージからかなりの距離になり、また、 スタンド席のような傾斜はない。例外的に横浜アリーナでは通常の施設のアリーナ席にあたる座席はセンター席と呼び、スタンドの最下部の稼働座席をアリーナ席と呼ぶ。アイススケートやアイスホッケー用にスケートリンクを備えたアリーナを特にアイスアリーナと呼ぶ。多くのバイリンクは常設で、これらの競技専用だがリンクを一時的に撤去して、 他の用途に使える施設もある。ありがとうございます。